おしょうです。さあ前に、しゅうちゃんがね、サードステージ投手の解説をしてたと思うんですけど、僕のもやってほしいという声があったのでやっていきます。さあまずはじゃあフライングバーです。ここね、目線に注意してください。で、体を振るときに結構顔が上下になる人がいるんですけど、フライングバーの場合はこうやって皿を見てた方がやりやすいかなと思います。意外と難しいのがここからサイドワインダーの移行ですね。しっかり体を後ろに振らないと届かないです。さあここからサイドワインダーですね。一つ目回ってるのですぐこの形に持っていて飛ぶ。そう、できるだけ斜め上に飛ぶことと、できるだけその手を広げて掴みに行くのは常に意識してます。ほら、ここから手を広げて斜め上に飛ぶ。で、三つ目も回ってるので、ここで待って、ほら、溝に足を入れて視界に入ったところで飛び移る。はい。そう、これ一瞬待たずに行ける人は全然できちゃいます。はい、で、次はスイングエッジですね。スイングエッジは2つの我慢です。まずは振り子を利用して高く飛ぶこと。で、2つ目に高く飛んでからすぐキャッチしに行かずに、ここから体が落ちていくタイミングで掴みに行く。そう、これができないと突起に手が突っかかって終わっちゃうんかなとか思ったりします。はい、じゃあ次、クリフディメンションです。クリフディメンションは僕正直そんなに得意ではないので言うことってあんまりないんですけど、僕も落差に耐えるのが結構苦手なタイプなので、でクリフが上に行くタイミングで飛び移ります。で、一つだけいつも注意してるのは、ここから体を振って一振り目で一回確認することですね。突起を確認してから思いっきり飛び出す。で、タイミングを測って時間でカウントする人もいます。次、バーチですね。バーチはもう根性って言いたいんですけど、この前への移動っていうのが結構ポイントになってます。足が先にこうやって先行する、先に出す、これだけでもかなり楽になります。で、ここから僕も腕で上がっていくタイプですね。一つのエリアをもっと詳しく解説してほしいっていうリクエストがあったらコメント欄へお願いします。 OK、 じゃあラスト、パイプスライダーです。パイプスライダーはまあまあ注意するとこって言ったら、ここのゆっくり降りていくことと、意外とパイプが滑らないので、こうやってちょっと上に上に上げながら行かないと案外進んでいかないです。で、ここですね、最後背中を思いっきり寄せて上を見て飛ぶこと。以上です。じゃあバイバイ。